インターシティ、インターシティ、インターシティ、インテル、シティ、インターシティなど、略称 IC は、ヨーロッパ各国の主に在来線において、その都市間連絡を主たる目的として運行される、優等列車である。その性質は、JR の特急列車に近く、主要都市を中心として比較的長距離を、専用車両を使用して、各線区の最高速度で運転される。 多くの国で日本の特急料金に相当する追加料金、特別料金が必要とさるが、これが必要ない国もあり、必要であっても日本円換算で500円程度を追加する程度で済み、JR の特急料金に比べ低廉な場合が多い。ドイツ、スイス、オーストリア、デンマークなどで特にネットワークが発達している。これらの国では1時間ごとあるいは2時間ごとの 覚えやすいパターンダイヤを採用し、主要駅では違う系統同士が数分の待ち時間によって、同じホームで対面の理解ができるように配慮されているのが特徴である。ただし国によっては、上記の国々のようなパターンダイヤや、相互接続を行わず、一般に国内都市間を結ぶ長距離優等列車、特急列車に相当する列車の種別名として、 インターシティということが使われることもある。インターシティは、もともと、イギリス国鉄が、同様の優等列車に対して与えた故障であったが、同国では、国鉄の民営化に伴い、正式な故障としてはすでに使用されていない。英語圏以外でも、英語由来のインターシティという言葉が用いられているが、綴りはイギリスではインターシティ、または、インテルシティ、ドイツでは、インターシティ、 スイスやオーストリアでは、インターシティのように和歌の違いがある。西ドイツ当時の1968年に、都市間を結ぶ海通区、特急列車のうち6往復に対して、インターシティ A から、インターシティ会の名称が冠されたのが最初である。1971年9月26日ダイヤ改正では、従来の海通区を再編する形で、主要都市間を 当時各で結ぶインターシティのシステムが構築された。当初は一等車のみで蘇生され、T、ラインゴルトと同等の客車、あるいは T 用の VT601 系機動車が使用された。設定当初の運行系統は以下の通りで、各系統とも2時間間隔のパターンダイヤで設定され、主要駅、ハノーファー、ケルン、ドルトムーンとマンハイム、ピュルツブルグでは、 対面の理解による異系統同士の接続が取られた。1977年により、103型電気、機関車による最高速度時速 200km 運転が開始された。1979年5月27日ダイヤ改正では、インターシティ79と呼ばれる大幅な改革が行われた。運行系統の増加により、 主要線区では1時間間隔での乗車チャンスが確保されるようになったほか、1等車に加えて2等車も連結されるようになった。当時の西ドイツ国鉄は、イエダシュトゥンダ、イエダクラス、英訳すれば、エブリーアワー、エブリークラス、日本語に訳すれば、毎時発車、格闘連結をスローガンとして、インターシティの広報に努めた。1980年代に入ってからも拡大は続いた。 ドイツ再統一直前の1990年夏には、東ドイツに直通する最初のインターシティ、ヨハンゼバスティアンバッフ号、フランクフルトアムマインライプツヒが設定され、統一後は、旧東ドイツ地域にも拡大した。1991年6月に運転を始めたアイスは、次第にインターシティを置き換えていった。一方、インターシティは、旧インターレギオの一部を取り込み系統数を、 させている現在のドイツ鉄道においてインターシティはアイスに次ぐ第2位の優等列車と位置づけられているスイスではスイス連邦鉄道スイス国鉄が1982年に列車時刻の60分間隔のパターンダイヤを導入しインターシティの運行を開始した追加料金は徴収しない都市間だけでなく通勤輸送にも用いられて 混雑することがあるため、主要区間では最高時速200キロで2階建ての IC2000 が用いられる。また、リクンと呼ばれる最高時速200キロの振り越し汽車両も運用されている。スイスではバーン2000計画により高速新線の建設や駅の改良を行い、国内では30分間隔のパターンダイヤを実施し、スピードアップとともに主要駅でのインターシティなどの 接続の利便性を向上せ、都市間の所要時間を短縮させている。オーストリアでは、主要幹線で、インターシティが1時間、または2時間ごとに運行されているが、比較的停車駅が多く、急行、快速列車的な性格である。オーストリアでは、ユーロシティが国際列車だけでなく、国内列車としても設定され、インターシティよりも、 運行距離が長く停車駅の少ない上位列車として位置づけられている。イタリアでは国内主要都市を結ぶ形で運行が行われている。夜行列車として寝台車などを連結したインターシティナイトも存在する。現在では車両のリニューアルが段階的に行われており、それが済んだものはインターシティプラスの名前で運行されている。また、ユーロスターイタリアで かつて使用されていたイター500の機関車のみをインターシティお客車の両端に連結した形で運行されるユーロスター式と呼ばれる列車も存在する。この列車の料金はインターシティとユーロスターイタリアの中間程度に設定されている。イタリアのインターシティは全車指定席で予約が必要であるほか包括運賃制度を採用しており、 切符の購入時期などによって運賃が変動する。オランダの鉄道は国内の都市間を網の目のように結んでいるが、インターシティはこれらの都市間を結ぶ速達列車としての位置づけであり、日本の私鉄の特急や JR の新快速、特別快速に近い存在といえる。いずれの系統も30から60分間隔のパターンダイヤを組み、主要駅での異系統同士の接続や、 普通列車との緩急接続なども行われている。一部の列車は末端部で各駅に停車する場合もある。基本的にはオランダ国内で完結するが、首都アムステルダムとベルギーの首都ブリュッセルを結ぶベネルクストレイン、駅での表示は単にインターシティやドイツのベルリンやハノーファーへ向かうインターシティ、ドイツ鉄道の客車で運行のような国際列車も存在する。 なお、ドイツとの間のインターシティ以外は、特別料金を徴収せず、座席指定もできない。ベルギーのインターシティは、国内の主要都市を網羅しており、国外へまたがるものもある。リエージ・ュ・ブリュッセル間のインターシティは、HSL に、ベルギー高速鉄道2号線を走行し、最高時速は200キロである。スペインの鉄道事業者であるリンフが、マドリード・アビラ・バリドリット・ブルゴス・ビトリア、 イルン・アンダイユ、フランスとスペインの国境の町で、フランス側に属する間で、インターシティを追日た地を往復運転している、2007年、冬ダイヤ。448系特急型電車が使用され、最高速度は、時速 160km、643km を約7時間かけて走る。全区間で、後期在来線を経由し、 標準機の高速新線は経由しない。1990年代までは、上記のほか、マドリード・バレンシア、マドリード・サラゴサ、マドリード・ログローニョ、マドリード・パンプローナ、マドリード・マラガの各系統にも設定されていたが、高速新線の開業や、タルゴ、アラリスへの置き換えなどにより、現在は一往復のみの存在となっている。ポーランドにおいては、 PKP インターシティにより、インターシティ列車が運行されている。最高速度は160キロである。ハンガリーでは、ブダペストを中心として放射状に、国内の各都市に2時間、または4時間間隔で、インターシティが運転されている。ブダペストからの主な行き先は、デブレツェン、ニーレジハーザ、ミシコルツ、セゲド、ショプロン、ソンバトヘイ、ペーチ、ベイケイシュチャバなどで、 ルーマニアのブカレストまで運行されるものもある。チェコでは、プラハオストラバ間で、インターシティが運行され、最高速度は160キロである。なお、この区間ではペンドリーノ型のスーパーシティも、合わせて運行されている。1980年に、国際鉄道連合は、国際列車に対してもインターシティの種別を用いる、こととし、 18往復の国際インターシティが誕生した。うち15往復は西ドイツのインターシティを国外まで延長したもので、あるが3往復はドイツとは無関係な列車であった。その後かつて T であった列車など多くの国際長距離列車がインターシティになった。1987年にユーロシティが創設されると、 国際インターシティの多くはそちらに種別を変更したが一部はインターシティに留まった。また1990年代以降は東ヨーロッパにも国際インターシティが生まれている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。